はい、どうも、モカオッカです。はい、では、早速、大阪杯の、予想を始めていけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、まあ、いつものようにですね、傾向の方から掴んでいければと思いますが、注意しなくちゃいけないのは、分析動画でも挙げたように今回から、G2 から G1 に、ね、昇格になりメンバーが、ね、今までより人数、数が集まりですね、まあ、かなり難しくなっているというか、かなり高メンバーが揃ったなとね、まあ、残念ながらね、最大16頭にはならなかったんですけども、まあ、今回14頭ですけど、まあ、それなりの、ね、メンバーが揃っているので、すごくこう、ワクワクするというか、ね、そういったメンバーなんじゃないかなっていうのは非常に思います。で、傾向ざっといきましょう。G2 の時代の、話ですけども、まあ、一番人気というかね、上位人気の成績が、まあ、かなりいいと。ですので、そこまで、荒れないのかなっていうのは、思うところですね。はい。で、4歳馬が、まあ、成績がいいということで、もともと4歳馬がいいのにね、さらに今年ね、今年の4歳馬って言ったらもうね、あの黄金世代ですから、これはかなりその期待できるというか、注意しなくちゃいけないんじゃないのかなっていうところですね。あと、中山記念組、有馬記念組が3勝ずつっていうところで、まあこういったところが入っていくのが一番いいのかな。まあそういうところを軸にしていけば、まあね、馬券ゲットに近づけるのかなっていったところですよね。で、前走1着馬は未勝利、2着馬が6勝と、こうすごいね、こう2着馬にバイアスがかかってますよね。うん。っていった形になります。はい、では、東西別いきましょう。東西別ですが、関西がまあもう断然ですね。関東馬はまあ2着が多いと。で、客室が、まあ、ある程度逃げがね、貢献してるというか、出走頭数が少ない割に、ね、10頭中4頭ってことも4割絡んでるので、まあ、ここちょっと注意ですね。で、まあ、先行勢といったところも、なかなか、来てると。だ、差し追い込みも、ね、全然ダメって言ったわけじゃないので、まあ、どの客室にもある程度、こう、注意をしなくちゃいけないっていう風な感じになりますよね。で、まあ、今回逃げるのはおそらくね、マルターズ・アポジ、ロード・バンドールね、あたりで、そこの2番手に北サンブラックや鈴木デビアスっていったところがつけていくんじゃないのかなっていうのは想像できますよね。はい。で、母・父、まあ、サンデー・リピティ系ですね。ストームキャットであるとか、ね。リピティ系というか、まあ、セントバイアス系ですかね。うん、これまあ、また後で見ていきましょう。さあ。で、まあ、阪神2000っていうことで、同コースで、川田、デムーロ、ルメールっていうね、岩田っていうあたり、関西の、一流どころのジョッキーは注意しなくちゃいけないと。まあ、お庭ですからね。さあ、で、
レースに強い世代っていうのがまあ 4、5歳、人気の信頼度も先ほどコラムで見た通り、まあ、上位人気が中心と、いった感じですね。さあ、で前走がね、中山有馬で、まあ京都組もね、5割来てるので、そういったところを拾っていけたらなと。でまあ距離別にね、まあこの辺りデータのね、分析動画でも上げているところとほぼほぼ一緒になってくるのかなといった感じですよね。で、このコースに強い、まあ、ディープ収めちゃう、ディープ金亀っていうところが多いですね、やっぱりね、出走がね。で、これ1枠、2枠っていう、うちがこれちょっと、かなり成績が悪いとね、枠順でいくと。で、まあ、真ん中からね、5枠、7枠、8枠あたりの成績がいいのでね、ただまあ3枠もいいですよね。まあそういうところちょっと注意していかないといけないですね。さあ、はい。ということで、まあ、今回ね、大阪杯を迎えるにあたってね、私ちょっと個人的にね、実は先日ね、淡路島のイザナギ神社っていうところにね、日本発祥の地のね、淡路島の神社に行ってきたんですね。まあ、最近かなり、調子がいいので、まあ、それのお礼と、まあ、これからもね、調子よく行くようにっていうところを中心にいろいろとまあお願いはしてきたわけなんですけども、でまあおみくじ引いたらね、大吉でした。でまあ思うこと思うがままに成し遂げてっていうこともね、こっちをいろいろ書いてあって、とりあえずまあ今年ね1年、まあそれ以上っていうのをちょっと頑張りたいなっていうのを思ってまして。で、まあ、あとその、イザナギ神社にはね、馬のオブジェで、菊の門が入ったね、まあ、オブジェというか銅像みたいなものがありましてね。まあ、それもちょっとね、写真撮ってきたんですけどね。まあ、もしかしたら、ブログの方にもね、またいつかあげるかもしれないですけど。で、お守りも買ってきましたし、まあ、準備万全なんでね、まあ、天皇賞とかそのあたりもね、ゴリゴリのね、あれなんで、そういうところもちょっと期待していいんじゃないかなって、まあ、そういうのも備えて、来てよかったなって、ね、ちょっと雨降ってましたけどね。ちょっとお参りしてきましたんで、まあ皆さんの分もね、皆さんの成功というかね、あれも兼ねて、お祈りしてきましたんで、まあなんかいいことありそうだなっていうのを勝手に思っているんですけども。で、今回の、本命馬なんですけども、私が押すのはこの7番の、里のクラウンですね。まあ連勝途絶えたデムーロですけどもね、こういう最初の G1 でやってくれるんじゃないかと。でまだまだこうフロック視されてる里のクラウンね、まあ、個人的にはドバイのね、ワールドカップとかターフとかね、そのあたり出たらね、面白かったんじゃないかなっていう一頭なんですけども、まあ、ダイヤモンドと併用でね、今後どうなるかわからないですけども、凱旋門取るのは僕はこの馬ちゃうんかなっていうのね、勝手に思ってたりね、して、ね、結構面白い血統なんでね。まあ2000もそこまでね、その短いとかって言ったわけでもありませんしね。ね、今までのちょっと成績を見ていくと、
くださいね。持ちタイム、まあ坂のある中山で、1分58球ですからね。まあまあ阪神2000が今回初ねっていうところがどう出るかっていうのがちょっとあれなんでね、ちょっと本命にするのも怖い一投ではあるんで過信はできないんですけどね。だまあね、見てもらったら分かるように守備範囲が1008から2200ぐらいかなっていうね、距離のね。でまあ左右問わないっていうところと、主でも走ってるね、ちょっと渋ったままになるかもしれない。天気がどこまで回復するかなんでね、まあそれを踏まえて、天気いかんね、この馬が軸にしといたらまあ安心なんかなってね。今5歳ですから、まあ、まだ今年いっぱいはね、十分やれる。距離の面で言ってもね、この距離なら北三ブラックに、十分対抗できるんじゃないのかなっていうのは、まあ、個人的な感想ですね。はい、という感じで、で、対抗ですけども、対抗は大外14番ね、ちょっと大外に入ってしまったんですけども、まあ客室的にそんな前にどんどん行かないんで、そこまで足つかまないでしょうから、スッと控えてルメールの魔化引き。戦うの馬は、天気によってはもう少し、下げる、ね、評価を下げることはありますけれども、僕、このね、ダービー本命で、的中させましたしね、まあ、この子と比べるとね、ちょっと、海外に行って、ね、凱旋門からちょっと流れが変わってはいるんですけれども、まあ、このね、フランスのニエル賞を買ってるあたりから、相当力ありますからね。その、まあ結構、何でしたっけね。あの、リアルスティールでしたっけ。リアルスティールじゃないな。もう一頭のあのね、ちょっと名前で忘れちゃうんですけど、結構ね、ダービー買ってその後も全然っていうのを言いますけども、そのいう馬とは違う馬なんで、今ちょっとね、あれなんですけども、まあ、ここあたりから流れを立て直す馬なんじゃないのかなっていうのは個人的に見てるので、マカヘキを対抗にしたいと思います。で、黒三角が、この馬、12番、アンベシャス。本来、私今回ね、本命に行こうかなと思ってたんですけども、まあ、ルメールやね、横転なら、間違いなくこのアンビシャスを本命にしてたんですけど、まあ、繁盛が福永ということで、こういった、そのね、かなり癖のある、ね、去年のレース見てもらったら分かると思いますけども、かなり横転がね、うまく乗って、で、その他のレースもね、ルメールはかなりうまく乗って、で、こう、成績をね、いい成績を残してる馬なんで、果たして福永のそこまでの騎乗ができるかどうかっていうところが、一番の課題です。それ以外のところ、ね、っていうところに関しては、なんだ心配をしてはいないんですけども、一番の、ね、懸念材料はそこです。で、まあ、右回りの成績いいですしね。といった感じじゃないでしょうか。まあ、馬場もそこまでね、問わないです。さあ。で、次に押したい馬が、最内、1番、ミッキーロケット。まあこの馬はね、まあ先日ね、まあ上り上司で買ったシャケトラと同着、ほぼ同着だった。ね。ほぼ同時にゴールインってなってね、あの有名な実況の、あの馬なんですけど、まあ里のダイヤモンドをね、神戸新聞杯2着っていう
実はかなり評価している馬なんじゃないのかなって、ちょっと万世というかね、まあ万世ってまあもうちょっと後ですけども、うん、まだこっからあの力つけてくる馬、ただちょっと客室が後ろからなんで、うちに入ったのがっていう感じな馬です。ただね、和田ジョッキーがうまく乗れば十分あり得る馬なんで注意です。さあ、でようやく5番の北サンブラックですね。まあおそらく今回もね、過剰人気で一番人気になってね、ジョッキー人気、馬主人気でこう人気を吸ってくれる、ある意味これを本命で言ってもいい配当というかいい妙味がない馬ですね。でまあ本当にね、この馬のすごくその守備範囲であればいいんですけども、この馬桜爆信用でノーザンテイストの血が入ってて、さらにこのジャッジアンジェルナっていうのは、これボールドルーラー系ですから、ボールドルーラー系っていうのはまあ、ここのね血のあたりがちょっとね長距離で強いっていうのを、出してたりするんですよね。ちょっと待ってくださいね。この湘南バッハっていうのも母親がステイゴールド、まあ同じサンデー系ですよね。ね、北サンブラックの場合はね、ディープインパクトのねお兄ちゃんのブラックタイドがあれですけども、で、まあ結構長距離こう使ってるように、ね、母親のあの母母父の血が効いてるのか、桜爆心王、母父桜爆心王であっても母母父にボールドルーラー系なんで、こういう2000とかっていうのを使える、そこまで持つ血統ではあるんですね。この湘南バッハとかね、兄弟馬見てもらったら分かると思うんですけどね、父方は同じようなね、SS 系ですから、うんっていう実はことがあるんですよね。ただこの北サンブラックに関しては、量積を上げているのが2000以上なんですね。で重賞に限ってとか G1 に限って言うと2400以上なんですよね。まあ左右は気にしないですけども、まあ、こういった感じですよね。でも個人的に北サンブラックっていうのは僕はね、なんちゃって世代ナンバーワンなんで、このね世代のナンバーワンはどの馬がね競馬ファンなら分かりますよね。まさか北サンブラックって言わないですよね。それ競馬見てなさすぎですよ ね。もちろん脚部不安等でね、あの引退しましたけども、北サンブラックに一度も負けなかった馬 ね、クラシック戦線戦ってきてね、一度も、負けてない馬、あの馬ですよね。まあ早々と引退しちゃいましたけどもね、この成績を見返してみるとこの辺りから出てくるんですよ。サツキで負けてます、デュラメンテに。ダービーでもデュラメンテに負けてます。キクはデュラメンテは、怪我で戦ってませんね。ここデュラメンテ休んでる時です。
はい、でドゥラメンテ復活して、この宝塚で対戦していますけども、ドゥラメンテ、2着です。僕この時の宝塚マリアライト、あ、ドゥラメンテ本命でマリアライト対抗か田中やったかな、これあの現地まで見に行ったんですけども取りましたけどもね、っていった形で、まあ、2200ですね、ここも。でこのいう距離で行くと北サンブラックが穴がありまくりなんですよね。でも、まあ、ある程度今回ね枠順的にはうちね、いつもの強運を発揮して取れましたけどもね、5歳で、3歳4歳ねかなりのところを戦ってきて、かなり馬も消耗してて、もうここまでこれから上り上昇ないのかなっていう馬ですね。どっちかというと下がり傾向の馬ですよね。って考えたら、ね、このサトノクラウンやマカヒキに十分こう、先着を許すんじゃないのかなっていうのは、個人的に思っています。さあ、で、こっからもう、本当に穴がまず山勝エース、まあないと思うんですけども、マルターズアポジーが逃げられたらうまいことね、ともう一頭サクラアンプール、この辺りがね、サクランプールが、横点がずっと乗っているっていうことで、この大阪杯横点がすごくね、得意としているというか、大阪杯に関して結構穴を開けてくれるんじゃないのかなっていうのは個人的に思っているので、ここまでちょっと注意して、で、まあ、オッズはね、変わりますけども、一つの、まあ、いつものようにフォーメーションで3連覆買うとして、何点までいけるかですけども、ちょっと手広くいくならこんなところかなね、これ28点。で、まあ上の方はちょっとがみりますけどね。この39倍までのところがね。2、4、5と。まあそこをちょっとザザッと多く買って最大600倍まで狙える。この28点を個人的にはおすすめします。で、まあ私はね、いつものように G1 なんで、単幅以外の、まあ単幅もたまに買うんですがね。まあ、西雲構成の単勝とかも買ってたんですけど、まあ、単幅の意外の識別は、あ、枠連やね、あと、それ、意外の識別っていうのはある程度抑えるつもりはではいるので、本戦3連覆の、買い目はこうね、いったことになるので、まあ、ぜひ参考にしていただければなと思いますね。まあ、神社でしっかりお祈りしてきましたんで、皆さんにね、幸あれということで、まあ、これから G1 戦線続きますけどね、春の、頑張っていきましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。動画がいいねと思ったら、グッドボタン、いいねを、チャンネル登録等もよろしくお願いしますね。これからも頑張っていきますので、どうぞ、ごひいきにしてください。それではありがとうございました。